メタバースグループエスパの初旅行に密着したリアルバラエティーを日本初放送。全員揃って向かった先は韓国のトンヘとピョンチャン。豊かな自然の中、ハンググライダーやジップラインにも挑戦し、ミッション遂行に大忙し。어디있을까여기어딘가에있을거아니에요숨어있어분명히뭐어디가야되지 아무것도찾았어戸惑いながらも頑張るエスパの初々しくキュートな素顔、仲睦まじい姿は必見。ステージとは違った魅力を放つエスパの素顔が覗けるエスパのシンクロード、4月14日深夜0時スタート。